こんにちは、平成鉄道です。この度は鉄道ビジネスカジュアルチャンネルでお越しいただき誠にありがとうございます。今日はですね、スイッチバックというものの駅について語ろうと思っております。まずスイッチバックという意味を皆さんご存知でございましょうか。皆様が大体ですね、単純に方向変換をスイッチバックと言ってますけど、これスイッチバックというのは険しい坂を上り下りをするために緩和するためにする施設のことを言います。ちょっとこれ難しい方書いてますけど、それがそもそものスイッチバックですね。ちょウィキペディアで何書いたかちょっとあんまり よくわかんないんですけど、まあ簡単に言えばですね、要するに急勾配の走行を緩和するために方向変換するための施設ということです。で、ですね、今日はまずこのスイッチバックの定義ですけど、このようにですね、登山鉄道のようにジグザグのようにですね行ってこう登っていく、これがスイッチバックという英語の本来の意味でございます。だからこの箱根登山鉄道とかはですね、このスイッチバックということはあっております。だから用語の言語っていうのをまず、基本的に押さえていただけますようお願いいたします。ただしですね、言葉というのは時代によって変わりますので、皆さんは方向変換もスイッチバックと呼んでるみたいなんですけど、それはこの動画でもそういう形で、普通の平坦なところでもスイッチバックと呼ぶようにいたします。今日はですね、その平坦なスイッチバック、なんでここにスイッチバックがあるのかっていう駅をですね、10個、セレクトしてランキングしたいと思います。これ私が平成鉄道がランキング単独でランキングをしたものでございます。それでこのスイッチバックどうしてこう平坦なところでしてるかということのですね、理由をですね明確に答えたいと思っております。まず第10位です。東武野田線柏駅です。皆さんもこれご存知だと思うんですけど、この駅はですね、皆様、ご存知の通り東武野田線はですね、もともとは醤油を運ぶためにですね、なんとか満醤油の、輸送用に、使われて、敷設された鉄道でございます。当時は蒸気機関車だったんですけど、それで今柏駅がですね、大宮方面からと船橋方面からスイッチバックをしておりまして、これがなぜこうなっているかということでですね、今日はちょっと解説したいと思います。これ第10位なんですけど、このランク付けはですね、明確に分かるものほどランクが、低くなっていて、よく分からないのが上に来ているということでございます。はい、そういうランキングしております。ですね、まずですね、船橋線っていうのが柏から東側からですね、大宮から来た野田から来たものに延伸する形で敷設されました。ところがですね、その船橋線というのは柏の東側にあったんですね。離れてたわけですよ、大宮と船橋線というのはですね、もともとだから、非常に乗り換えも不便だったということで、今こう地図を見ていただければと思いますけど、そうです、この柏の東側にあったんですね。で、これ離れてたんですね。野田から来るのと、それから船橋から来るものですね。で、これではですね、ちょっとやっぱり常磐線をまたいで乗り換えるということで非常に不便だったのでですね、これを、統合しようということで、統合してですね、今の柏駅ができているということでございます。ただ統合するにあたってもですね、やはりこう直進で行くよりはですね、
常磐線の柏を通った方が当然お客さんの接続も便利なので、基本的にはこういう形になったということです。まあ、だから統合したものを離れてたものを2つにくっつけて、かつ、柏駅に接続する、常磐線の柏駅に接続するというのが、このスイッチバックになっているというところの原因の一つでございます。まあ、こういう形でですね、なぜなのかっていう原因、それから理由、これを、こういう明確に伝えたいと思います。ですね、藤沢駅はですね、ちょっと写真がないので、すみません、本厚木駅の写真に代用しております。ただ小田急は小田急ですので、そういう形です。で、もともと藤沢線っていうのがですね、相模大野から延伸南下してきてですね、藤沢まで到達しました。で、藤沢駅からですね、さらに江ノ島の海岸の方も延伸するという計画はありましてですね、で、藤沢駅から、まあ、南下して右折しようということを計画がございました。でですね、これがですね、もともとこの延伸する前に、当然東海道線とか江ノ電とかですね、もうすでに開通してたわけですね。今これ見ていただいて江ノ電なんですけど、その時にも藤沢駅にあったんですけど、これとの兼ね合いでですね、今のスイッチバックがあるということでございます。で、ちょっと、理由を説明したいと思います。まあ、これ見ていただいて、古い、まあ、懐かしい小田急の、今これ走ってるかどうかわかんないですけど、懐かしいですね。はい。で、江ノ島のですね、江ノ島線の計画は用地買収の手間がかからないということで、そのままスイッチバックせずに南下しようとしてたんですね。で、まあ、そのまま南下した方が当然スルーできるんですけど、いいんですけどですね、ところが一つ問題があってですね、これは要するにですね、ライバル会社の、まあ、当時はライバル、今小田急グループになってますけど、ライバルだったんですけど、要は江ノ電とですね、完全に被る路線になっちゃうんですよ。要するに江ノ電が左側、右側が、小田急ということで、完全に被るので、これはまずいということで、ちゃんとそこは断行してたんですね。じゃあどうするかということで、じゃあ藤沢からですね、さらに西にもう一回スイッチバックして、鵠沼の方に向かって敷設をしようということで、競合を避けるということで、このスイッチバックの形状がなったということですね。だから要するに結論としては、江ノ電との競合を避けるということで、スイッチバックの構造にしたということが結論でございます。第8位です。ここからですね、だんだんわからなくなってきますから、楽しみにしておいてください。で、第8位はですね、養老鉄道の大垣駅です。で、これですね、養老鉄道って大垣っていうのはですね、南の方と北の方の直通列車がないんですけど、ただ経緯がちょっと複雑だったので、このランクの中に入れました。で、もともとですね、養老鉄道は敷設の時から大垣駅でスイッチバックする構造だったんですね。で、そもそもこの養老鉄道の計画は四日市から敦賀まで計画をしてたんですね。ただじゃあ大垣と岐阜をそのままスルーして、北上するっていうことがですね、どういうことかって言ったら、要するにやっぱりいくらその大きい壮大な計画だと言ってもですね、やっぱり東部その日の食いぶちが欲しいわけですよね。だから、まあ、最初は池の、それから養老から上の方のイビンのところまでですね、敷設された時にですね、岐阜とかそれから大垣方面にですね、やっぱり敷設した方がいいんじゃないかということで、人口の多い大垣を通ってですね、このような形で1回
まあ、一回大垣で接続した方がいいと。でさらにですね、岐阜へ、ね、その延伸する計画がこれ今見ていただいてこういう感じで、あの県道31号線を通ってですね、こう移設するか、もしくは国鉄にこう乗り入れするかということで考えてたんですね。やっぱり当座の食い縁が欲しいというのは、まあ、そうですね。だから大垣駅のスイッチバックはですね、岐阜と大垣の、まあ、集客を見込んでこういう形にしたということでございます。だからいろんなあの文献あるんですけど、あんま的を得てなかったです、はっきり言って。これも、うん、私は聞きたいのは そこだったんですよ、はい。第7位はですね、JR 東日本の花輪線でございます。その中にある戸和田南というスイッチバックの駅がございます。で私はこれを訪ねたのが2006年の7月なんですけど、当時はまだキハ58系が幅を利かせておりました。で不思議に思ったのは、途中でやはりスイッチバックなんですね。でなぜかと不思議だということで、調べてみたらですね、花輪線の起源である1920秋田鉄道がですね、この、秋田にある2つの鉱山を結ぼうということで敷設したということは分かりました。でじゃあそれでなぜスイッチバックかということは、大館から、すなわちその十和田の南を通って、北上する小坂線というのを作ろうとしたんですね、その時に。でその小坂線と、それからもう一つ南の方にある御幣沢鉱山というのがあって、それを両方結ぼうということで、計画を立てたそうです。ところがですね、この、小坂鉱山線というのがですね、途中でですね資金難に秋田鉄道がありまして、それでもうプラスですね、住民からの反対があって、途中ぶっちぎれた状態になって、これあの赤が書いてあの小坂線なんですけど、これをやろうとしたんですけど諦めて、結局御幣沢線の南の方に南下したということで、ぶった切ったまま100年十和田南がスイッチバックになってた状態ということが結論でございます。でまあ、もともと鉱山用として北向きに建設したのが資金難で頓挫してそのまま残っているというのが結論でございます。ここもかなりネックになってましてですね、十和田南に着いてから10分か15分ぐらいずっと停車してましたので、やはり、走行のネックになることは間違いないです。第6位ですね、はい。これはですね、皆さん知ってると思う、西武池袋線の飯能駅。これも私も何回か乗ってたんですけど、なんでこういう構造になってるかっていうのは不思議に思っていました。これもですね、これ明確、これはちょっとすごく明確なんですけど、まあ、あの要するにですね、障害物があったということですね、はい。障害物があったので、もともとこれ武蔵野鉄道っていう西武池袋線の前身の武蔵野鉄道っていうのが飯能まで目的を、飯能を目的地として作ったそうなんです。で途中でですね、やはり飯能からもう少し秩父の方面、阿賀の秩父方面に延伸しようということで、やろうとしたんですけど、飯能の駅前がですね、もう宅地化が進んで買収できるような状況じゃなかったということですね。で致し方ないので、一旦東飯能をくるって回ってですね、で東飯能から阿賀野に上がるという形で、で国鉄の東飯能はですね、まだ八甲南線というのがあって、その時に、東飯能は終点だったらしいんですけど、その終点の東飯能と秩父にこう接続させるというような計画もあったみたいです。でこれ武蔵野鉄道が作ろうところに黄色を来たんですけど、市街化してダメだったんで、東飯能からずっと上に持っていって秩父の方へ向かったということです。まあこれでスイッチバックが、成立したってそういう形になったという。今はねペペとかいろいろあの施設もあるし、まあ、ムーミンのあのねあのアミューズメントプレイスもありますので非常に発展してますけど、はい、そういうことです。はい、第5位が、会津若松ですね。でこの会津若松もですね、これも、まあ、スイッチバックっていうか、要するに磐越西線がまっすぐ会津若松に来てそのまま只見線に行くという構造になっています。まあ皆さん行った人は分かると思うんですけど、でこれはですね、もともと只見線というのが磐越西線の計画だったらしいんですね。
でずっと会津坂下というところで進めていくうちにですね、あの辺結構山が険しくてですね、大白川とかに大きいトンネルがあるんですけど、あれとかがネックになって途中で計画変更しようということで、実際この阿賀野川沿いにですね、敷設しようということで磐越西線が、いわゆる三河とかああいう、ところを経てですね行くようになりました。だからこれ途中まで行って結局変更して赤で向こうの三河の方まで行くという形になりました。要するにルート変更ですね、これは、だから障害物があったということで、これも結局障害物パターンになってしまった。結論は、障害物第4位ですね。はい、一畑電車の一畑口、これはですねちょっと私もですね同情するっていうか、かわいそうっていうかですね、これほどですね理不尽なスイッチバックはないかなと私見て思いました。まあ地元ではバタ電ということで愛されてるそうなんですけど、実はですねこの今映画でもねレールウェイズっていうのに舞台にもなりましたし、まあそういった電車なんですけど、これがですねこの宍道湖のほとりで一畑口という駅があって、それがですねスイッチバックになってですね、別に山もないんですけどなんでスイッチバックかなってるということで、これはですね1915年に一畑薬師の参拝客を、輸送する手段としてですね、出雲今市ってこれ出雲市の方から、西から来たのと、それから松江方面から来る電車が一畑薬師を目指して敷設をされたということで、これ松江の方からも、来ているということですね。でここで合流、一畑口、これ小坂灘っていう駅だったんです昔は。でここで合流してですね、で 3.3 キロ先の一畑薬師を目指していったんですね。ところがですね第二次世界大戦の戦時中にですね不要不急だということでですね、なんか名鉄か何かに供出を命じられて線路を撤去されたんです。ひどい話ですねこれ、はっきり本当ひどいです。はい、でまあこのような状態になったという、これは本当にもうひどすぎますね、はっきりと私が言ったら。もうねこれ後でちょっと言いますけどね、もう国を挙げてこれ裁判した方がいいと思います私は、ね、こんな不当なねやり方っていうのはこれ私今まで見た中で一番ひどい、本当この一畑電鉄さんかわいそうだと思います。まあねこれはね今ね本当にそうですよ、この今コロナの時期に、ね、国を相手にですね一畑電鉄が国を相手に不当撤収をですね理由に裁判すれば絶対勝ってると思います。でこれは裁判すべきだと思うんですけど、ただですねこれ一つ裁判するの問題があってですね、今ですね非常に災害が多くてですね、この引き寄せの法則って私今もう一つ信じてるのがあって、これでですねこういう争い事をすればですね余計そういうものを引き寄せるということがあるので、やはりですねそれはやめるべきだと私は思いますだからまあバタデンさんもそのあたりの努力は大きいので多分やらないと思いますけど、そういうことでやっぱり最大限に目的地が召し上げられたというひどい話でございました。第3位ですね、はい、佐世保線の廃棄駅です。これはですね実際に私が背面展望した、動画と一緒に見ていただきたいと思います。もともとですね1898年に佐世保線というのは大村線も含めてですね長崎本線として開業したんですね。で、廃棄からは支線という形で佐世保に行く路線が佐世保線となった。これがもともとの始まりだったんですね。でどうも大村線の途中からですね長与ぐらいまで船で渡ってたらしいですね最初の時は。それをですね向こうの肥前鹿島の方の有明線というのが開通して、でその開通した時にですねこの佐世保線は、ごめんなさい、長崎本線と称してた大村線も含めて称したのはですね、佐世保線という名称に変わりました。だから今これ見たら、これ廃棄駅なんですけど、これ右と左がこう分かる、これ同じ佐世保線なんです、ね、スイッチバックの構造になってるんですけど、はい、これ見たら、もう動画を見たら早いんですけど、で今これは
佐世保行きの各駅停車ですけど、またこちらから方向変換折り返してですね、行きますので、これはですねスイッチバックかどうかっていうんですが、直通列車がありますので、これはスイッチバックとして私は、順位として入れました。はい、これ今1番線に止まるんですけど、でまあこれ結論から言ったらもう今経緯言ってるんですけど、要はあれですね、路線の名前が変わったというだけで、もともとこういう構造をしてたので線が単に変わったというだけでの、ことでございます。だ特に目新しいことがあったとか、そのなんか昔そういったエピソードがあったとか、そういうことじゃなくて単に路線名が変わったというだけの話でございます。はい、で変わった時はスイッチバックのような構造だったという。で第2位ですね。はい、もうこのままいきます。はい、でこれもですね、非常にもう難解だったんですけどですね、私も全然理解できなかったんですけど、この石北温泉の縁がある駅これも調べたんですけど、非常にですね難しかったです、本当に。で、はい、分かったのが、これもまず2つあって、路線名の変更っていうのと、それから、営業的なことがあったと。で1930年に、湧別線っていうのが北見から、湧別まで出来上がった。でこれがですね、後々オホーツクを経由して札幌まで行く名寄本線というのになってですね、で名寄本線ができたんですけど、あまりにも遠回りすぎてですね、ショートカットしようということで、北見峠を通る石北本線というのができまして、その石北本線ができた時に、遠軽から北見の方をもともと名寄本線だったやつを石北本線に変えてしまったということで、でこれちょっと一つ不思議にあるのが、石北本線がこの遠軽を目指してきた時にですね、どうしてスイッチバックのような構造を作ったのかっていうことですね。でこれはですね、おそらく、まあ、地形的なものと、あとはその遠軽っていうのがやっぱり人口集積が多かったということで、一旦そのスイッチバックをしてですね、それから北見の方に向かうということです。ここに、ね、書いてあるこの理由に関してはです、これも明確には載ってない。だから2位になったんですね。どうして石北温泉を作るときに遠軽をスイッチバックスのような形に作ったかっていうことですね。別に名寄本線はもうその時はですね、盲腸線になってたので、名寄本線に直通するメリットは全くなかったんですね。だから、だったら北見の方が、人口集積が多いので、そのまま北見に行ける方向にしたらいいんですけど、どうして遠軽、そのまま湧別の方まで名寄本線に直通するして作ったかっていうのはちょっと理由がわからないですけど、まあ推測の域ですけど、まあそうじゃないかということですね。でこれ見たら1975年の時刻表を見たらですね、もうすでにこの名寄本線があるにもかかわらず、遠軽でほとんどの特急とか急行がスイッチバックしているんですね。ということはもう名寄本線は大した原因でも何でもないということですね。これ見ていただきます、オホーツクって特急 右側に出てるの、これもちゃんと遠軽でスイッチバックして、知床っていうと急行もそうですね。だからもう遠軽でもうこの時期からスイッチバックをしてたわけですよ。だから名寄本線があるからどうかっていうことはスイッチバックの形状とは全く関係ないということですね。むしろどうして石北本線が名寄本線に向かって作られたかっていうことが知りたかったということです。はい、だからまあ要因が2つあった、これはちょっと推測の域なんですけど、まあ、石北本線が集客の高い縁がある経由にしたので土地の形状とかスイッチバックっていうのになってるっていうのと、あとは先ほど私が2番目に言いました通り、もともと湧別線が名寄本線になって、石北本線になったという、この名前の変更ですね、これらがまああったんじゃないかということですね。はい、はい、いよいよ待望の第1位でございます。体操ですはい、富山地方鉄道上市駅です。これもですね、ほんとこの駅の経緯をですね、まあ、調べるんですけど、これ今見たいと私が、2019年の2月に行った時の上市駅です。
これなんか終着駅かと私も勘違いしてるんです。あ、もううなずき温泉に着いたんかという勘違いしたんですけど、実はこれスイッチバックの駅だったというのが分かったんですね。あと、で今こう富山方面から折り返してこれからうなずき温泉に行くということで、今これ京阪の昔の京阪のお風呂の電車だったんですけど、はい、でこれいろいろとですね経緯を調べたんですけど、的確な答えがないということです。であなたの色は何が好きですかって黄色赤白と答えるんですけど、ところがですね答え方がですね、いやこういう答え方が来て、子供の頃は豊かな自然で暮らしてたので自然が大好きで、でも大人になってたから心が濁ってました、それ答えになってないですよ、こういう答え、こんなような答えばっかりだったね。でどうは経緯はたくさんあるんですよ、出てる経緯じゃなくて、なぜこういう形になったかっていうものの理由を書かれてるのがないんですね。だから立山京浜鉄道が敷設されて、東山電気鉄道が買収して、上市駅から上市口が廃止になってスイッチバックになって、これじゃ答えですか、これはっきり言って答えじゃないですね、はい。で例えば上市駅のお寺があって、そこにあてがって敷設して、ここ上市駅中心に滑川方面に延伸したとかですね、上市の人口の急激が増えて上市を中心とした交通網を整備したいためというのが答えなんですけど、こういった答えがほとんど皆無であるほどですね、なかったというのが残念なんですけど、そういう結果でございました。であまりにも難解なので、この富山地方鉄道の上市駅が1位になったということでございます。はい。でこれ、まあ、経緯なんですけど、もともと最初立山京弁鉄道が上市のこのところを通って、作られたと。その後に、富山電気鉄道というのが富山から上市に向かって建設されたと。でこの富山電気鉄道がこの京弁鉄道を買収して、で、まあ、上市口から上市まで滑川方面の分岐を上市口にして、で後で上市口と上市を廃止しましたという経緯はどこも載ってるんですけど、この理由がですね、じゃあなぜそういうふうに、もっと極端に言えば、なんか上市通らなくても別にいいんじゃないかっていうことでね、それに対する答えが欲しかったんですけど、的確な答えが得れなかったということで、上市へ向かっているのが一体観光的なものがあるのか、上市口と上市の廃止になったかっていうのが理由が全くわからないで、結論がちょっと取れなかったというのが申し訳ございません、結論でございます。はい、以上ベスト10を発表いたしました。それで、この平坦スイッチバックのパターン別考察ということで、この中で4パターンあったということで、まとめることができました。 A、B、C、D というパターンがあります。で、じゃあこれちょっと詳しく次の説明をしてみたいと思います。 A パターンというのは、地点 A から B にやって次 C に延伸しようとしたときに前に障害物があるということで迂回をしてスイッチバックになるということで、これは西武鉄道の先ほどの飯能駅とか小田急の藤沢駅とか、あと富士急行の富士山駅っていうのもそんなみたいな感じですね。はい。それから B パターンですけど、これはですね、もともと直線で引こうとしたんですけど、地点 C がなかなかいいということで、地点 C を経由して、そのためにスイッチバックをしているということで、養老鉄道の大垣とか、中央本線の塩尻がそういう形です。塩尻はですね、もともとまっすぐだったのは経路変更したということで、こうなりました。で、C パターンですね、A と B の、寄り添って合流して、その先行った D がですね、何かの形でなくなったということで、これ先ほど言った一畑電車とか、花輪線の十和田駅とかっていうパターンですね。まあ、この4つに分かれるということですね。はい。だからこういった、スイッチバック、まあ、理由がいろいろあるんですけど、まあ、4つにまとめました。はい。だからここ4つにまとめたら非常に簡潔に説明ができるということでございます。で、ベスト10から漏れたものですね、もうこの後に、クレジットのところで紹介しますので、見てください。とりあえず、私の説明は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。